コア言語カードの皆さん、準備大丈夫なさ。今回の動画では久しぶりに NiziU の動画なんですけど、NiziU がカモアをしましたね。それで、プレプレっていう曲を皆さんと一緒に聴いてみたいと思います。でもちょっと曲の時間がめっちゃ短いんじゃないですか。もう2分44秒。短すぎて、ちょっと多分あっという間に終わると思いますけど、まずこれを見てから私が韓国のコメントとかを皆さんに、はい、お伝えしたいと思います。じゃあ聴いてみます。お願いします。せーの、レッツゴー。なんか指からすごく JYP 感ありますよね。お、どこここ韓国、あ、日本、韓国、指のクオリティが良すぎ。おー、リマさん、いいじゃんか。おー、ミミさん、ヘアスタイルめっちゃ可愛いじゃん。おほほ、なんか違いますよね、今までとまたコンセプトが。うわ、なんか全然違う。若干本当にヒップホップ系じゃないですか、これ。めっちゃ似合う、あのヘアバンド、かわいい。うわ、まこさんだ、久しぶりです。うわ、このブラックの衣装めっちゃ似合ってませんか、皆さん。お、なんか今回の曲いいですよね。かっけえ。わあ、やっぱりニーナさんのボーカルがあるからこそ完成になりますよね。うわ、マユカさん本当にどんどん可愛くなってる。なんかみんなちょっと分量がバランス良くないですか？うわぁ、やっぱりあっという間やった。めっちゃいいじゃん。皆さんとちょっとなんか、ミュービーだけちょっと一緒に見てみたいな、ちょっとだけ。なんか、今回はちょっと流れが違ったんですよね。なんか、普段なんか、もう歌って、なんかラップパート、もうマユカさん、リマさん、もうニナさん、そしてまた歌パートになって、もうマユカさん、リマさん、ニナさんって感じで、もうそういうパターンでしたけど、今回はちょっとなんかこの曲ではこういうとこ良かったですよね、皆さん。この、なんかマヤさんと、このリオさんのティキタカみたいな。そしてここになんかもうアヤカさんがこういうパートを担当するとはって感じの。まゆかさん、でリコさんって本当になんか JYP のボーカルって感じじゃないですか。もう歌声がどんどん、そして NiziU 自体がすっごくもう完全に JYP アーティストになってますよね。もうこの NiziU が出してる色自体が、うわ、皆さん一瞬でしたけど、やっぱりまこさんかっこよくないですか。さすが福岡出身。はい、ここもう一瞬ですけど、まこさんってかっこいいですよ。で、私これだけでこの衣装めっちゃ良かったですよ。このホワイト&ブラックみたいな、ここ良かったですよね。これセットとこの衣装の雰囲気が、そしてもう彩香さんのビジュアルはもう
爆発した説。はい、とにかく私の感想はここまでにして、私は本当に韓国のコメントをランダムで拾ってきましたので、もういいコメントもあるかもしれないですし、良くないコメントもあるかもしれないですので、ちょっと広い目で見ていただければ嬉しいと思います。まずこれから読んでみたら、今までのコンセプトと違って新鮮な様子、みんなかっこよくて似合うけど、その中でもニナのボーカルは本当に目立つ、みんな世界に行こうって、だからニナさんのボーカルが、ニナさんのボーカルが本当に良かったっていうことですよね。今回の曲本当に最高って、20今回の曲やばいな、わらわらって感じ、今回の曲いいなって、だから曲自体に対しての褒めるコメントは結構ありますよね今回。でもこの方はまた違うんですよ、曲があんまり良くない、なんか歌がまあまあって感じってここ書いてますよ。そしてそれを再生回数が証明してるわって感じで、パク・チンヤン Y 字を見ろ、 Y 字って薬局とかでもうなんかいろいろふざけられてるけど、あいつらは基本歌のクオリティがいいのよみたいな、いいのよちょっと言い方は、はい、それで見習ってほしい、こんないいメンバー持って何やってるんだって感じでちょっと怒ってますよね。だからまあ人によって違う意見持ってるってことですよね。もう何なんか他のはわからないけど、みんなの衣装が本当にもう完璧みたいな、曲めっちゃいいんだけど、なんか前よりコンセプトもめっちゃ合うし、コンセプトにも合うし、そしてもう曲がいいと、だから全体的に曲がいいって反応がもっと多いですよね。 JYP って本当に縄跳び好きすぎやろみたいな感じで、だから縄跳び、そういう振りみたいな、ちょっと似てるやつありましたね振りの中で。確かに幕を愛してる、これは本当にランダムで拾ってきましたよ、私のコメントじゃないですよ。はい、NiziU の作曲チーム、振りチーム全部交代しろ交代しろって怒ってますね。一体誰やろ、気になる、自分たちが作りながらもこれはうまくいけないなって思うと思うって感じで、だから NiziU には不満がないけど、 NiziU を担当してその作曲チームとか振りチームに対してのちょっと不満な声ですよね、このコメントでは。ミュービーにお金使ってない気がする、え、なんかミュービーの声って普通に良かったんじゃないですか、え、本当にいろんな意見あるな。私個人的に NiziU のミュービーって今回結構クオリティ良かったと思うんですけど、ちょっとどうだろう、次の曲、あ、次の曲じゃない、次のコメント、お、良くないですか、トクトクで面白い曲、おっかん、これ長い長い、遊ぼうの時も良かったけど、今回のクラクラもっとリズム感もあるし、パワフルで本当にいいと思います。特に振りのところ、振りのパートのところを見たら、メンバーたちの実力が本当に上手になったなっていうのがすぐ感じられるぐらい本当にやばかった。そして耳の中で指示のところは若干自然じゃなくてちょっとやりすぎって感も若干ありましたけどって感じで、でも大事なのはこの生歌のステージをどうやってするかが、それがポイントじゃないかなと思います。NiziU ハイティーンって感じで、おお、本当にファンの声ですよねこれこそ、結構客観的なファンの声って感じですね。いよいよ出てきましたねって、だから新曲ですよね。朝にもう仕事行きながら今なんか聴いてます、歌めちゃいいです、NiziU ハイティーンって感じで、ニナの高音のパートが本当に最高だと、こういうコメントはいつもありますよね。だから韓国でニナさんのこのボーカルに対してのいいコメントは出るたびに結構多いんですよ、だからニナさんも結構人気ありますよね韓国で。全体的に歌が本当に新しくて面白くて楽しくて、完全に私のタイプです。やっぱり NiziU はどのコンセプトにも、どのコンセプトにも合う最高のグループだと。おー、韓国語バージョンはどうなのか気になるみたいな、だから韓国語バージョンもなんか出してほしいっていう意見も結構ありましたね。でもこの曲で韓国語バージョンめっちゃいい予感しないするんじゃないですか皆さん、個人的に難しいとは思いますけど、ちょっとテンポ自体が速くて、それを韓国語にするにはやっぱりメンバーたちにはちょっと大変かもしれないですけど、それがちょっと本当にうまくできたらめっちゃいい曲になりそうな予感。歌がいいね、メンバーたちのビジュアルも上がったしって感じで、そして次のコメントは、ミュービーはいつも出るたびに本当に新鮮に撮るなって、だから本当にいろんな意見がありますよね、独特でいいなって感じで、
あ、ここまでですね。だから私が拾ってきたコメントはここまでですけど、本当にランダムで取ってきましたので、もう本当にいろんな意見があるってことは皆さんが多分分かりますよね。このコメントだけ皆さんが聞いてみても、はい、皆さんとにかく私が用意した動画はここまでですけど、私も久しぶりに20のこういうミュービー見れてめちゃなんか楽しかったですよ。そして個人的にすごく盛り、なんか盛り上がる曲で、私個人的に好きなタイプの曲だったので、もっと聴いてみたいと思いますよね。はい、それなんかまた新しい情報があれば皆さんにお伝えしたいと思いますし、プレイリストでなんか20のプレイリスト別にありますので、そのところに行ってまた他の動画を見ていただければ嬉しいと思います。ってことでしょう。